軽い脳トレが必要ですか？いいものをご用意しました。早速始めましょう。激しい雨が降る夜、ローレンは娘たちに寝るように言います。少し後、ローレンは娘たちを見に行きました。娘たちの寝室のドアを開けた瞬間、娘の一人が勝手に部屋を抜け出して帰ってきたことに気がつきました。部屋をよく見て、どの娘が抜け出したのかを当ててください。真ん中の部屋の子です。スニーカーが2足ありますが、真ん中の部屋のスニーカーには泥がついています。陸上競技大会に向けて、アレクサは数ヶ月間毎日ランニングをして鍛えてきました。そして今日が大会の日。アレクサがウォーミングアップ中、他のランナーの中に痩せた男性を発見。彼の足は細く弱そうに見えます。どうせ走るのも遅いだろうと見くびります。さておき、選手はスタートポジションにつきました。3、2、1、スタート。アレクサは全力で走りますが、さっきの痩せた男性が彼女よりもはるかに速く走ります。しかも全く疲れた素振りはありません。結果はといえば彼が優勝。なんでそんなことが可能だったのでしょうか。彼が本物のアスリートではないからです。というか人間でもありません。汗をかかず瞬きもしない彼には左手が2つあります。マジか。ある男性が長さ 1.9 メートルの釣り竿を購入。買ったばかりの釣り竿を持ってバスに乗り込んだ時、運転手に止められます。バスには長さ 1.8 メートル以上のものの持ち込みは禁止なんだそうです。男性は町に戻ってあるものを1つ買ったところ、バスに乗れました。男性は何を買ってどのように使ったのでしょうか。彼は長さ 1.8 メートルの箱を買ったのです。釣り竿を斜めに収納すれば、箱自体は 1.8 メートルを超えません。ジュリアは彼氏にご立腹中。彼女は海外に住む親友に愚痴ります。メッセージの中で彼氏の犯した間違いについて不平を言うと、親友から不思議な返信がありました。ギブ・ゲット、ギブ・ゲット、ギブ・ゲット、ギブ・ゲット。ジュリアの友人は何を言いたかったのでしょう。英語に注意して考えてみてください。ギブが4つでフォーギブ、ゲットが4つでフォーゲット、つまり許して忘れるのよと伝えたかったんです。ジェマは太平洋に住む人魚。ある日、彼女が海面近くを泳いでいたところ、2人のハンサムな男性を見つけます。2人とも困っているようですが、ジェマがまずどちらを助けるべきかよく観察して見極めてください。こちらの木のボートは明らかに浸水していますが、まだ大丈夫。ボートに乗っている男性も水をかき出すことができます。でもこちらの男性のゴムボートは破損していて、すぐに海に落ちるでしょう。そうなるとサメのおやつになってしまうかもしれません。ジェマの助けが必要なのはこちらの男性です。あるホテルの客がロビーで行われたパーティーに参加した後、ダイヤモンドのネックレスとピアスがなくなっていることに気づきました。誰かに盗まれたに違いありません。ホテルの支配人は警察を呼びます。客とスタッフ全員を尋問した結果、警察は3人の容疑者を挙げました。ホテルの客、ウォルター、客室係のアリス、ポーターのアラン。探偵は3人の部屋をチェック。部屋を見てすぐ誰が犯人なのかが分かりました。あなたにも分かりますか。アリスです。彼女の部屋には荷造り済みのスーツケースがあります。盗んだ宝石を持って逃亡しようとしています。銀河警部のバラムチャは事件の捜査中、なんと宇宙船が消えたのです。彼女の相棒、銀河警部補のブライトバルブは彼女に紙切れを渡しました。紙に書かれているのは宇宙船がある場所。紙には次のように書かれていました。ジュース、アンブレラ、ポテト、アイス、トマト、エレファント、ライス。宇宙船はどこにあるのでしょう。
そう、宇宙船があるのは木星です。英単語の頭文字をつなげるとジュピター、木星となりますね。2人の女子を見てください。激しい戦いが繰り広げられています。しかし2人のうちどちらかはズルしているんです。どちらでしょうか？ズルしているのは左の女子。表情を変えず疲れているようには見えません。あれ？彼女の首にあるのは USB ポート？きっとロボットです。アダムの金庫に保管されていたお金が盗まれました。警察は防犯カメラの映像を見て、窃盗が深夜0時に起こったことを突き止めました。容疑者は3人。ジュリアは夜の10時に寝室に行き、すぐに眠りについたと言いました。パーカーは夜の11時45分から夜中の1時までテレビを見ていたと言いました。アイデンは一晩中友人たちとパソコンでゲームをしていたと述べました。警察はすぐに泥棒を逮捕。一体誰でしょう？パーカーです。やけに時間に細かくないですか？エライジャはクルーズ船での旅に出航。クルーズ3日目、スタッフの一人が偽物だと気づきました。彼らをよく見て、どちらが偽物なのかを当ててください。こちらのウェイトレス、フラワーレイの下に警察のバッジが隠れています。潜入捜査中なんですかね。ドラは試験勉強をするためにコーヒーショップへ行きました。彼女はミルクティーを注文し、パソコンを開いて作業を開始。しばらくしてトイレに行って戻ってくると、パソコンの電源が入らず、カップは空っぽになっています。誰かが彼女のノートブックに紅茶をこぼして故障させてしまったようです。ドラは店長を呼んで何が起こったかを説明します。3人の容疑者が上がりました。バリスタはとても忙しくて何も見ていなかったと言いました。スーパーバイザーはミルクティーがコンピューターにこぼれてしまったことを謝りました。また保険で保証されるかを確認すると約束してくれます。もう一人のバリスタもミルクティーでパソコンが故障してしまったことを謝りました。彼はドラに警察が到着するまでの間、改めて紅茶を入れることを提案しました。店長はすぐに誰がドラのラップトップを壊したかが分かりました。誰だか分かりますか？犯人はスーパーバイザー。彼は紅茶にミルクが入っていたことを知るはずがありません。2人目のバリスタはドラの注文に対応した人だったので、ミルクティーだと知っていました。キャロラインは公園に散歩しに行きました。彼女は考え込んでいて、どこを歩いているのか全く注意を払っていませんでした。運悪く地面にあった深い穴を見逃し、穴に落ちてしまいます。彼女が意識を取り戻すと、そこは見知らぬ部屋。窓もドアもありません。彼女はテーブルの上に3つのリンゴを発見します。一緒にあるのはメモでしょうか。この穴から抜け出すにはリンゴを1つ食べなくてはいけない。しかし毒入りじゃないのは1つだけ。慎重に選んで。キャロラインは恐怖に震えましたが、リンゴをよく観察し、果敢にも1つのリンゴにかぶりつきます。幸い悪いことは起こりませんでした。彼女はどのリンゴを選んだのでしょうか。彼女は虫付きのリンゴを選びました。虫がリンゴを食べて大丈夫なら、人間が食べてもきっと大丈夫だと思ったからです。警官のアダム・ボンダーズは豪華なリゾート地で潜入調査中。ホテルのオーナーが怪しげな取引に関与していると警察は嫌疑をかけています。アダムの主な任務はマネージャーのオフィスに忍び込み、文書をチェックすることでした。しかしドアは鍵がかかっており、組み合わせ錠がついています。アダムはパスワードを解読しなければなりません。数学の謎々を解けば、その答えがパスワードになりそうです。1+1+1+1+1 1+1+1+1+1 1+1×0+1 は？彼が行動を打ち込むとすぐにドアが開きました。行動は何だったのでしょう。30です。1列目と2列目の間に計算記号はありません。つまり全体は次のようになります。1+1+1+1+11+1
1+1+1+11+1×0+1は30。